続けて、せーの、ライトオンハッピー。え、待って、これ食べるパターン。そうじゃん。それか、かぼちゃホルカどっちかで。確かに。口絶対ぴょこぴょこいるやん。いると思うな、私もこれは。冬眠してる。なになになに、なに、なんだよ、ママ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 、何してるの、頑張れ、止めろ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 、なんだよ、そのくせに、うるさい、ひらくらなこと言ってんじゃねえよ、なんだよ、せいで2人がいなくなったのよ。いや、あったでしょ、ちげえよ、あっただろ。娘さん、聞いてくれる？何？実はこの人のせいで仲間二人がどこかに行っちゃったの。ちげえよ、お前のせいだろ。乱暴な言葉遣いなんだ。なんだよ。めっちゃ殴り合うじゃん。リンゴ娘さん、単刀直入に言うけどさ、仲間を探してくれないかな。いやー、もちろんだよ。ありがとう。黄色を先に見つけてね。赤を先に見つけてよ。黄色が先よ。赤が先よ。何？黄色い黄色娘さん、頑張って。赤い黄色娘さんも頑張って。はい、仲間を早く見つけてちょうだい。はい、仲間を探す。何？何？何？今2人何見たんだろう今。あれ、ファイルが出てきたんだけど。何？今の今の子たち。撮っていいの？おいしょ。なんかすごい可愛い顔して殴り合ってたよ。ありがとう。ありがとう。今日は何をやるのかな？はい。あ、すごい、なんかいっぱい書いてる。はい。すでん。赤と黄色の代理バトル勃発。え？赤いリンゴと黄色っぽいリンゴに言われたので、いなくなった2人の妖精を探して。あ、妖精だったんだ。 だったんだ。途中アトラクションがあるよ。え、アトラクション、何？イエーイ。5ヒントをもらい、妖精を探す。おーおー、負けたチームはリンゴバッタキ落ち葉拾い。落ち葉、何よ。妖精使って焚き火で焼きリンゴ。妖精使っていいの？私たちまで巻き込まれたね。そうだよ、妖精さんの、うん、言わないでおくね。じゃあ、うん、こっからライバルだから、はい、負けないぞ。よろしくね。勝つ気しかしない。なんかね、いや、黄色は強いね。強い、強い、強い。あんま対抗する力もない。や、こっちはのキングいるからさ。そっか、王様いるから。ここ負債だからさ、うん、確かに負債。ああ、だからさ、そういうことか。レディーとキングで。イエス。うん、よろしくね。こっちゴールドスタマリシもう、うん、ラブも起こっちゃってるから。ラブも起こっちゃってる。恋も起こっちゃってる。いろいろあるから、うん、では、はい、みんなで、うん、やっていくぞ。やってやろうじゃないか。え、待って、もうスタート。え、うん、ちょっと待って。怖い怖い。よーい、スタート。待って、もうくんでしょ。もういで、もういで、おたま。待って、お玉置いてるとこ、どこに、次、これ置いていいんですか？え、どういうこと？え、これ何？やばい！これ使っていく。わかんない、こうやってやるか。え、絶対切れるじゃん、こんなの。切れたらどうするの？はいはい。あっち、いつも釣りやってるんだよ、お父さんと。お父さん待って待って、おじさん。待って、気をつけて。え、待って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 。もうこれずるしていい？ずるしていい？ずるしていい？やばい、来てる。やなきゃ、シャボン玉。あ、切れる。はい、グリーンさん、OK。
グリーちゃんシャボン玉グリーちゃんよやばいグリーちゃんじゃあ先にやるね。オッケー、はい。グリーちゃん来てください。いいよ。西、東、どこが南？南、北、北の、イチョウの、あ、ちょっと待って、え？負けました。負けちゃった。スイカの時とは。スイカの時とは反対にね。あ、あれ引き分けか。
引き分けだったね。負けちゃった。やっぱ先輩の力は偉大でしたね。無事グリーンさんを見つけられてよかったね。ちょっと怪我ないけど救出はい、4人揃った。そう、よかった。では揃った。焚き火だね、2人は。お願いします。お願いします。落ち葉をかき集めて。あ、そうじゃん、そっからじゃん。泣きそう。頑張ります。こんなに走ったのに。確かに。まあいいよ、先輩のためならね、うん、やった、頑張るよ。優しいね。いい後輩だわ。負けちゃったね。負けちゃったね。よく頑張った。でも、うん、かわいいよ、うん、お花が。やばい、ツルツルになっちゃった。こんなグリーンさんも可愛がってください。どこに行ってたんだよ。木の実の下にいたの。なんでそこにいるのよ。迷い込んだの。バカー。ごめんなさい。可愛い。では焚き火に。うん。あ、そうだ。どうしましょう。落ち葉拾うとこからだよね。どこも落ち葉拾えばいいの？あそこ？そうだね、いっぱいあるよ。はい、一刻でも早く食べたいから。うわ、風が邪魔してくる。もうやっぱ早いよ、開始1分も経ってないし。ねえ、頑張れ。行くぞ。うまいな、やっぱり。急に大きい。来てる。来てるぞ。ほら、来てる。妖精使った焚き火の焼き火。だよね。妖精って食べれるの？え、食べていいの妖精って。怖い。あ、来てる。いいじゃん。ちょっと待って、見えますか？絶対フェードアウトしてますよ。巻き込まれるかもしれない。君後輩2人巻き込まれると思う。どうしたの後輩？あ、来た。後輩どうした？衝撃の事実を伝えなきゃいけない時が来たんだけどさ、キングが教えてあげるからよく聞いてて。この後さ、焼きリンゴ食べるんだけどさ、妖精使って焼きリンゴなんだよね。ダメ、使わせない。燃えてくる。はい。あ、うん、ここちょっと日に焼けて小枝の跡残ってる。美味しそう。おっきいね、オーリン。じゃん、富士。美味しそう。食べたよ。スクリンゴ。なんかテンション違う。え、すごい。めっちゃ便利。あ、わあ、すごい、すごい。これ水の入り具合すごいね。あー、入れすぎ。オッケー、はい、はい、完成です。オッケー。やばい、これ意味ないよ。サイズ感コルクみたいです。すごいね。よし、オッケー、できました。じゃあ、おきびだけ。おきび、深び、深び、おきびの中に入れました。はい、この辺。
すごいびっくり、こんなベタベタだったんだ。オッケー、待つだけ。イエーイ、イエーイ、待ちます。体幹鍛えないと。体幹ね、意外とあると思ってた自分で。うわ、なんかすごい肺が乗っかってる。あ、あ、ふやふや、ふやふや、場所による、場所による。あ、痛いかも。オッケー、ありがとうございます。初焼きリンゴ、手作り焼きリンゴ、イエーイ、できました。では、食べましょうか。食べよう。手と手を合わせて、いただきます。クリスマスカバンから持ってきて。確かに埋められてた。あ、すごい、すごい香りしてる。あ、来たー。うわー、すごーい、やばくない？すごい、あー、やばい、柔らか。うわー、肉汁たっぷりだよ。肉汁なの？果汁？あ、熱い！熱い？クリーミーもわかる、すごい。楽しかったね、今日も。ね、どう、焼きリンゴ。寒い時期に食べるのいいね。うん、あ、黙る、わかる。いや、最初におせつ買って焼きリンゴ。この子たち食べる予定だったから。そうなの。よかったね。皆さんもぜひ。そして、なに？また？なんか出してきたよ。リンゴ娘さん、仲間を見つけてくれてありがとう。喧嘩は良くないね。おかげで4人仲間をいてきたわ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。一人男いる。仲直りさせてくれたお礼にリンゴ娘さんに私たちからのプレゼントを見た。何？何？プレゼントは灰の中に魔法をかけておいたから、そろそろ出来上がっているかもね。ちょっと探してみてくれないかな。プレゼントを世界中が赤と緑に染まる頃使っておくれ。赤と緑に染まる頃リンゴ娘。あれだよ、赤と緑に染まるってあれだよ。リン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 でしょ。え？赤と緑混ぜってこと？うん。え、混ぜて赤と緑に。リンゴも赤と緑。リンゴだと思った。だと思った。わかんない。とりあえず見てみよう。うん、行こう。世界中が赤と緑に染まる。え？それ？これ？ハギ？なんか可愛い。これも。これ？これでいける？なんか惑星のマークみたいな。熱い。なんの？プレゼント？か、食感は？硬い、硬い。熱くない？熱くない。え、大丈夫？なんか、うん、発泡スチロールって感じする。柔らかい？うん。そうなんだ。謎の鍵をいただきました。うん、鍵？鍵か。うん、鍵なの？なんだろう。何の鍵？次回お楽しみに。こんにちは。作業中でした。こんにちは。こんにちは。私たちのコーデは、はい、こんな感じでーす。緑と黄色がメインとなっております。はい、逆なんだよね。そう。このねトレーナーのなんかすっごいふっかふかの。そう。裏肝です。裏肝です。見える？これ。なんだろう。
なんか毛布とかに包まれてる感じくらいの中ね、見た目はちょっと薄いんだけど、中から肝だからすごいあったかいです。全然あったかいね。そう、この私が入ってるこのパンツも裏肝。そう、言えないの裏肝なんです。これはね、みんなおなじみ伸びのズボンです。これ伸びます。だからさっきみたいに走ってもね、動きやすい。もうこんなことできちゃったり、いいですね、できちゃったりします。中にあの私のあれは紐がついてるので、ウエスト調整することもできます。ぜひ着てみてください。さ、作業だ。さ、かわいいな、こっちよく見えてる。あ、いいんだ。やばい、すいません、作業中に。では私たちのコーデを紹介したいと思います、はい。じゃあまずはグリーンさんから。はい、まず A はこれね、中がねすごい肌触りが良くて柔らかい素材なんですけれども、下はねなんとキーちゃんと色違いなのかな。これ色違うの、そんな気がしてるよ。私が濃いめでキーちゃんがちょっと薄い感じの色となっています。うん、続いて私のコーデを紹介します。はい、私のね、なんといっても今日のポイントは、うん、このニット帽です。かわいい。これはね、ロゴとかも特になく、すごいね、うん、使いやすく、うん、この色もね、すごいかわいいなって思います、うん。でね、そしてこのスウェット、うん、もうこれももちろん裏肝となっておりまして、そうそう、ね、この緑のポイント、ここも緑一緒なんですけど、うん、いいね、このアクセントになっていてすごいかわいいなって思っております、うん。でこの緑はね、クリスマスカラーとしてもすごくこのカラー、これからの季節使えるんじゃないかなって思うので、皆さんぜひ真似してください。真似してね。来た来た。これからの寒い季節、ぜひこのトレーナー、このズボンを履いて寒さ乗り切ってください。お揃いにしようね。でで、またね。色と緑かわいい、かわいい。こちらで通じると聞いたのですが、